この国とじっくり語り合える車があります。ニューコンセプトメルセデス E 登場、柳瀬がお届けします。震災から1年、復興は順調か。神戸から中継します。見見て、うわー素敵、好きになった。目いっぱい滑って食べて、スキーパックがキャッポーです。家はどこ？ここだよバービー、行くときは一緒だよ。スキーの踊り場、冬の苗場。あ、熱？喉も痛いの？そんな風邪にはエスタックウィーブ、イブプロフェンとビタミン C 配合。熱、喉の痛みのもとによく効きます。聞いたね。風邪にエスタックウィーブ。こんなに積もってる。雪がないと生きていけない人ね。君だって。じゃ、行けば。この雪じゃなきゃ。2はね、グランデコスキーリゾート。風邪なのに喉痛いの忘れてた。パブロンは忘れないでね。2つの有効成分が痰を取り除き、喉の粘膜の炎症を鎮めます。聞いたよね、早めのパブロン。三井のリハウスには家を買いたい人がいっぱい集まる。ゆえにいい家がいっぱい集まるよ。これリハウスの法則。帰ろ。地中海の果物スウィーティーがガムになった。おう、スウィーティー。新しすぎるロッテスウィーティー。日本直撃フルーツガムキャンペーン実施中。信号待ちで並んだ同じカローラ積んだ幼馴染の彼が彼女とドライブ。アタムベーシックカローラ2。ケリーのクレンジング、目に優しいのに落ちない口紅をも素早く落とす。私の自信はケリー。ケリー。No, no. Boomerang. No! Boomerang! 話せるまで付き合うよ。Boomerang! AK まで ECC! Today's high is 33 degrees. Clear tonight with the temperature. Move しよう。ダイハツムーブ。わかったかなと思ったら。あれ？熱、頭痛、喉、コロナ。風邪による熱と痛みによく効きます。ビタミン C も入ってるよ。コンタクト総合漢方薬。うりゃー。あ、それ新春住まいづくりビッグヘア。どりゃー。ほい。クボタハウスは開催中。お近くの展示場へ。お待ちしてます。その箱は黒と銀。セブンスターボックス誕生。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは。私は今神戸メリケンパークに、昨夜からの雨がこのような土砂降りになりまして、足元がぬかるんでいます。あの阪神大震災から間もなく1年が過ぎようとしております。正確には363日と17時間が過ぎました。東京によりますと、この1年間に神戸の復興は随分進んだという話をよく聞きます。でも本当に復興は順調なのでしょうか。大丈夫なのでしょうか。被災地域とその他の地域の人たちの感覚が随分離れているような気がいたします。今日の出来事は今夜から3日間、時間の枠を10分拡大いたしまして、このニュースをお伝えしてまいります。私の後ろをご覧ください。
復興のシンボルと言われますポートタワーがそびえています。高校と美しく明かりがついています。しかし視線を足元に下ろしますとまだひび割れたところがたくさん目につきます。それを探すのは決して難しいことではありません。さて今夜は大阪読売テレビの辛坊治郎さんにもおいでいただきました。こんばんは。こんばんは辛坊さん、よろしくお願いします。辛坊さんは関西地区の夕方のニュース番組ニューススクランブルで、震災発生から1年間毎日この震災のニュースをお伝えしていらっしゃいましたね。あの去年の1月17日の特に午前中の我々の報道がもしもうちょっと違ったものならね、救えた命があったんじゃないかっていう悔いがずっとあったんですよ。ですからもう本当にそういう意味ではがむしゃらにかけてきた1年間だったような気がします。あの3日間私と一緒にこのニュースをお伝えしてください、よろしくお願いします。さて保坂さんと籔本さんはそれぞれ別々の中継地点にいます。保坂さんが阪神地区を上空から取材しておりますのでまずその VTR をご覧ください。阪神の東西の大動脈と言われておりますこの阪神高速、あの1月17日の大震災の時に横倒しになって我々に大きなショックを与えましたこの阪神高速ですが、西宮、芦屋市、そして神戸市と至る所で工事が行われております。櫛の葉が抜けたような状態になっております。今年の10月にはこの阪神高速が全線開通するということです。神戸の中心三宮です。神戸市役所を含む多くのオフィスビルが立ち並んでいますがよく見るとまだ更地のところもありますし、そしてクレーン車が工事をしている、そして補修中のビルもかなり目立っています。神戸市最大のショッピング街でありますこの三宮センター街、震災で崩れ落ちたアーケードは今すっかり取り払われております。人はかなり戻ってきたようでありますこの三宮のセンター街です。ポートアイランドの北側の埠頭です。ミムシュ、ミムシュ、プロが認めた味です。ハウスフランス厨房ビーフシチューソース素晴らしい。今年のラガーはみんなの元気、ラガーもっと美味しくもっと楽しく、キリンラガービール。どうしちゃったの喉、風邪、タバコの吸いすぎじゃないの、勘弁してよまこっちゃん。誰かフィニッシュ持ってる、ピュピュッと行ってみよう、ピュピュッと、喉はその場でフィニッシュコア。お兄ちゃんは千尋さんにとってただの顔見知りから恩人へと昇格。